イギリス政府は18日、新型コロナの新たなワクチンの開発にかかる期間を100日に短縮するよう G7 先進7カ国に呼びかけると発表しました。研究開発の強化や臨床試験の近代化を進め、開発プロセスを加速させる考えで、19日に開催される G7 首脳のテレビ会議で議長役のジョンソン首相が表明します。